ました。はい、始まりました。よしこチャンネルです。今日は引きつってんですけど、やかましい。で、今日は広島に来てます。来てますね。はい。前回出ていただいたこのお二方、よしこさんのことを語る上で被害者の会の会長と副会長に来てもらったんです。被害者の会ってやめろつけんの。いや、やっぱこれは絶対必要だと思うんですよね。いや、いつもこの間もそうだけど、ごめんなさいシリーズです。今後そうだな。ということで、はい、このマシンガントークと、それと今日の夜開催されますよね。俺よ、そんな開催すると知らないで撮ったよ。ウロコ祭り。だからそれを知らないで撮ったやろ。それもおさないですよ、話してましたもん。はい、ということで、はい、じゃあお二方へ出てもらいましょう、はい、どうぞよろしくお願いします。ブーとタツ、はい、お願いします。で、さっき話したんだけど、せーの、本日のウロココロナに負けないプレイヤーよろしく。いつもブーってたよ。で、そうそうそう、僕らは言わないけどね、はい、思うてもうちやけん、先輩やけん。もうそれ先輩って言ったんだけど、で、今話したら、タツはあだ名があるってわけよ。吉子さんの中ではないんですか。ないんだよな、あんまり。で、ブーにはしたら、ワキューってわけよ。はい、わけわからんよね。全然わからんよ。一人おワキューって一人じゃないの、みんな言うって。誰も言わない、誰も言わない俺でもその記憶ないんだよな。ない。僕はまあビッグタツ、スモールタツって言われたからね。てか、タツカさんが大で、僕は小川じゃっけ、はいはい、スモールタツって言われた。おさらいさんが一人でね、ずっと言われた。なんか僕に対してあったんだろう思うんですよ。なんでおばけ言ってたの。タツカさんに。タツカさんにとるっていうことで。ああ、そういうこと。そうですよ。僕はあのハワイ行って、はい、日本とね、うん。そしたら、サインしてくれって言われた。大島さんですよ。ブーンチの大島さん。あ、似てますね。なんか似てます。言われて、はいはいはい、で、大島さんと僕と田島さん3人が3兄弟言われた。似てますよね、なんか。そしたら大島さんが、あれはないよ、どう言ってから言うんだ。それ誰じゃないですよ。それは誰かわからない。あれはないよねって僕言われたことがあるんですよ。だけど、いや、そう言って言ったら、田島さんがパッと2本くれたよね。っていう突然のオープニングから始まったんですか。はい、で、これはいつものやつ、はい、いつものやつ、はい、ありがとうございます。どうだったですか、前回。え、美味しかったでしょ。いや、よかった。本物食べたか。食べた。茶漬けで、はい、うまいやろ。すごい人気やけ。はい、すごい人気じゃけ。いや、僕が聞いたらね、これをやっぱ YouTube 見てね、うちの生徒のね、親とかもこれ買って食べたい、美味しいって言う。はい、感想だけ教えてくれって言うとったんですよ。感想だけ教えてくれ。まあ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 、そんな悲しい話で、前回出ていただいて、やっぱりすごい反響だったわけですよね。反響って、まあ俺が謝ってるばっかしやった。いや、もうコメント欄ももう面白い面白い。まあお二方そうなんですけども、最終回っていうのが出るじゃないですか、うん、でも両方もうなんか悲しいとか寂しいとか、なんか番組の最終回みたいな扱いされてましたよ。それだけね。はい、もうそんだけですね。素晴らしかったということです。イエスだな。で、今日はやっぱり被害者会長、副会長来ていただいて、もうその被害、夏を盛り上げようっていう。被害ってのはやめようや。いや、でもほらみんな被害なんか大して受けてないよな。僕が1年その一軍に上がるのを遅れたらこれだったね、議員はね。うん。高橋さんに押さえつけられて1年間ちょっと出れんかったもん。普通だったら5年目ぐらいで出とかできんかったもんね。僕の場合はね。おさらやさんはそうじゃない。おさらやさんは努力だっけ。8年目で7年目で正座。いや、それは初めて知ったよね、僕あれ見てから。またおさらやさんがオーラ吹いとるわ思いながら見たんだけど。8年目なら見たら1軍でしょ。1軍でしょ。1軍でやられたんですよ。だからそれいけんすよ。大人じゃっけ。うんうんうん。その時に僕思うたよね。違う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 。いや、思うたのが、今思うんだけど、よう考えれば言われる筋合いはないよね。はいはいはい、はい。個人事業主やけ。まあまあまあ、そうですね。自分がダメだったら自分の責任で切られる。はいはい、頑張れば自分が。そうですね。そういう時代じゃないんよ。ないんだけど、まあ、考えればですよ。まあまあまあ。今考えるよ。高橋さん、楽しいですよ。でも、ええ人やったらね、高橋さんはね。いや、死んだみたいに言わないでください。室内くらいやりっぱで帰るしの。そう、あれはひどかったね。あ、うん、あれでも聞いたらみんな言うよね。僕らだけじゃなしに。全員若いのはええんよ。
まだね。やっとけ言うて、じゃあ飯食い行くぞって、はい、連れて行くわけじゃん。はい、俺と、ほんまに、ね、呼ばれるんじゃけ、僕ら二人が。ほんまに怒られてね。じゅんぐりなんじゃって、時代っていうのは。ジングルなんだ。俺も若い時はそうやって自分で、自分で若い時は、何が、1年目、2年目は自分で全部ボールを自分で持ってかなかったね、室内まで。自分で持ってって、はい、自分で入れて、はい、打った後は自分で拾った時期があったわけやんか。1年目、2年目でしょ。それは自分が打つんでしょ。そう。それ自分が打つで自分で拾うのは当たり前ですよね、だって、超原子覚醒なわけですよ。練習に、室内練習に付き合って、ボールそのまま事件って、もう当たり前みたいな。それはまず付き合ったでしょ、はい、だけど僕らは僕とおさらいさんがうちをおるのに後から来てから、ちょっとほらサイン出せやいて打って、はい、じゃあ礼儀おられなるわけ、そのままってことで、おさらいさんの二人でぶつ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 ねえちょっと違うよね、おらい言ってないよねコメント欄にあったのが、うん、吉彦さんが集合をかけるじゃないですか、うん、でやっぱり長年集合っていうことがあるじゃないですか、ってことはでも吉彦さんはいわゆる一つ二つしか違わないわけで、その上の方が集合が吉井子さんも一緒に正座してるってことあるんですか。ないでしょ、僕らも後だけ分からんんだけど、なかったんでしょ、高橋さん、俺の集合なんか全然なかったよ。吉井子さんだけですか。だけだけ、別格じゃけ、ほんとなんか、吉井子さん、あーとか言って出ますか。いや切れたらわけわからないよね、ああいうことに関してはね、普段はいい人なんですよ。そうなんですよ、うん、どこで接点があるかわからない。俺1年目、2年目あったからね、岡さんとかさ、岡さん、うん、好きじゃんね、岡さんとかあったんですか。今日は知らんけど、木山さん、木本さんとかさ、あったか、電話当番でもあったんや。電話当番って俺耳鳴りしたからな、飯食ったのに、寮の飯行ってよ、ガラガラって入って、入る前に電話があって、はい、入って食堂がこう長テーブル1、2ってあるやんか、若いやつはこっから外向いてこう飯食うやんか、で3回乗ったらあかんの電話。そうやろ、うん、俺もそれでずっと怒られてた。ずっとって2年間ぐらいでしょ。1年、今日1年ですよ、ほら1年、みんな何年間ですよ。高橋さん足が速いんでいいじゃん、わしら足が遅いんでそれ、ね、行くまで時間がスタート悪いしね。いいや、間に合わないさ。だからあそこ畳部屋があったよ、畳部屋で待ってた、待ってたらずっと、そう畳部屋座っちゃってよかったよ。自分も読んじゃいけんし、吉井子さんが作ったルールじゃないですか。あ、そうかもしれない。いやね、そんなことないよ。座っちゃってよかった。畳部屋って言われよったんですよ。座るけどね。座るけど、そう言って言われよった。あったよね、入ってきたよ、畳部屋だったら。新聞で見るから。すいません、失敗あったから。終わりじゃん。そこで待機してたわけですよ。待機したよな。電話のね。だから、まあ、そうですよ。座っちゃけんかったんだよ。おさらさんトレーニングしよったんだよ。わしら新聞読むってけじゃないと、風邪さんに怒られるじゃん。新聞なんか読んでいいわけないじゃん。僕らはまあ言うよって。辛抱ったよな。僕ら先輩おさらいさんだけ優しかったっけね。ペイさんも意外と言わんかったっけ、ぐずぐず。ああ。誰ですか、ぐずぐず。それ言えない。いくらピー入ってるんだから、耳鳴りしだしたもんね。飯食ってて、一番黒電話って知ってる？最初になると。チーンと音するの。最初にね。最初チーンと音が耳鳴りするんよ。こうやって。それで通りにスタートが切れるようになった。そうあのおかげ、ミサさんの量のおかげですよね、高橋さんね。こちら選手とってわからなかったよね。走ってったらうるせえ。そうそう、怒られる。じゃけあそこの畳に残った。そうそう。量、板張りでな、音がするからね。走ったら怒られるってね。そんな経験、だから俺も経験してるんよ、やっぱ。だから1年、2年。1年、1年、1年。1年。だってその次の年はおさらいだね。おさらいさん。ね、厳密に言うと。そうそうそう。で2年があるわけないじゃん。増やしていくよね、ほんと。ちょっと気分でしょ。やってたなっていう。そうそうそう。やってた。半年ぐらいしかしないんだけど。やってた。なるわけないじゃん。集合をかけるのは吉彦さんで、吉彦さんは集合っていうのは1年で終わってるんですよ。終わってないって。ドッキリ企画ですよね。ヨーロッパでお願いします。ドッキリ。あれ初の。
お疲れ様です。お疲れ様です。どうしても会いたいっていう人がいます。はい。あ、誠治。どうしたんや、誠治。人がいたでしょ、そこに倒れてた人。あ、誠治か。バレちゃいけんけ。隠れとった。いや、僕らは途中で気づいたんですよ。あれみたいな。いや、バレてもいいよ。ドッキリ。じゃあ、バレたら、今の、ボールが取れんじゃないですか。で一番可愛そうはエータやな。じゃあエータ本出てもらおうかな。もうあその後川口さんに出ていただきまして、コン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 言うわけですね。はいはい。あいや、キサバ宝のですね、今日はですね、味市遥さんの方にですね、うん、焼きサバ高菜パスタ作っていただきましたんで、これね、はいはい、あ、美味しそう。はいはいはい、ちょっと食べてみてくださいよ。シソをこう混ぜてもらってですね、ご家庭でもですねこんな感じでやっていただければいいかなと思うんですけど、いい匂い。焼きサバ高菜パスタ合いますよね、ビールを飲みながらね。ああ、なるほど。プロ野球を見ながら、うん、抜群やね。ああ、この夏はそれで乗り切ろうということですね。サバが引き立つということで、ゆしこさんの焼きサバ高菜パスタの食レポです、うん、よっこ。
明日もまたよろしくお願いします。チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。それではゲームセット、次回もよろぴこ。